ボンジュー。ボンジュー。ヨーロッパから帰ってきたんでしょ。そうなの。ちょっと、ま、合わせてみたわ。ありがとうね。どういたしまして。なんかやっぱちょっと違うわね。違うでしょ。うん。なんか向こうの感じがする。うん、もういっぱいチャージしてきたから。チャージしたけどね、うん。やり直したから人生。よかったわねー。あー、違うわ。心配してたのよ。前までもよかったんだよ。前までは本当にね、心配ばっかりかけたの。あ、本当？やり直しできるって？うん、やり直しできる。ヨーロッパの神様が？あー、大阪の。あら、意外と答えは近くにあったね。近くにあった、そういうこと。そういうことね、お題も得だしね、うんうん、じゃあ行くわね。今日もいただいて、はい、何ぬねののので始まる言葉いただきました。くもじ引き、キスはタンポポさんから、ノークレームノーリターン、うん、ノークレームノーリターン。これクレームがなかったらリターンはないわよっていう話なんだけど、うん、当店の場合はね、エニークレームノーリターンです。いかなるクレームも返品はないです。あ、どんなことがあってもクレーム来たってあんたね、え、そんなのお宅の勝手で、私たちはリターンはないですよっていう。クレームはお宅の勝手ね。そうね、そうだね、うん、言いたい勝手、うん、エニークレームのリターンです。おばあからもらったプライベートジェットさんからいただきました。ノスタルジック、ノスタルジック。昔由美子さんが年頃になった石原ちゃんがさ、久しぶりに来店した日、やっぱ二人でアフター行ったよね。ノスタルジックだわ ね、 ね、あ、そんな時に使うの。そう、やっぱりもうやっぱ離れられないよね、懐かしいね、昔っぽそうだったよねってやつね。バカボンのパパさんからいただきました。ので始まる言葉、飲んで、飲んで。これ酒飲みを可愛く言っただけでね、内容は一緒だから厄介よ。確かに、そう、可愛く言ってる。まあ、飲んべえだからさーって言うけど、いや、飲んべえってんだ、ただ酒飲みのことでしょっていうね、うん、本当にね、確かに道路で寝たり、うんうん、ね、駅の終電で目が覚めたり、そう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 、そういうことよね、怪我したり、 そこまで何の記憶もないですね、本当にね、こっちは心配で眠らないんだからさ、本当、飲んべえなんて可愛い言い方をやめてって言うんだよね。そうです、はい、ってことだよね。飲んでも飲まれるな。でも反省してるから、うん、ね、もう飲まないって。もうやめるって。やめるって言うんだから、やめるって。飲んでもね。トヨタの鈴木さんからいただいてます。ので始まる言葉、ののしり合い。あ、ののしり合い。私にこういうこと聞く？だってあんまり思いつかないけど、ちょっとだけだったら、ブス、デブ、ニセおっぱい、年下、若作り、腕じゃないだろ、前足だろ。怖い。全然思いつかないもん。全然思いつかない。全然思いつかない。よかった、思いつかなくて。やがて逮捕だよ、思いついてた。本当よかった。よかった。だからこういう質問やめてな、私、苦手だから。失礼します。